両親の金婚式を祝う儀式で主催者の教皇特使、エウジェーニオ・パチェッリの脇に控える、司祭服姿の、ゲオルク・ゲオルク・フランツ・ヨーゼ・フルイト・ポルト・マリアホン。バイエルンは、バイエルン王国の王族、バイエルン王子、バイエルン王ルートビヒ三世の弟レオポルト王子と、その妻のオーストリア大公女ギーゼラの長男として、生まれた、ゲオルクが誕生した時、 母方の祖父フランツ・ヨーゼフ一世は自分にとって初めての孫息子だったため大喜びしたという。ゲオルクは1897年4月1日、17歳の誕生日の前日にバイエルン王国軍に勝尉として入隊し、この F 表連隊に所属した。1903年には中尉に昇進し、同時に第一重騎兵連隊に転属となった。その後も1905年には大尉。 1906年には、少佐と順調に昇進を続けている。1908年には、オーストリア・ハンガリー軍の第11隆気兵連隊、モラビア所属の隊員の地位をも与えられた。1912年2月10日、ゲオルクは、ウィーンのシェーンブルン宮殿において、オーストリア大公、フリードリヒの娘イザベラと結婚した。二人は、ウェールズ、パリ、アルジェをめぐる、新婚旅行に出かけたが、 旅行が終わる前に離別することになった。二人は何度か復縁を試みたが、失敗に終わった。1913年1月17日に、バイエルンの裁判所が二人の民事の離婚を承認し、同年3月5日には、ローマ教皇庁が婚姻の不成立を根拠とする、婚姻無効を宣言した。第一次世界大戦が勃発すると、ゲオルクは西部戦線及び、 東部戦線で戦闘に従事した。ゲオルクは最初は気候化されたバイエルン軍の司令官として戦争に臨み、後にはパレスチナ戦線でエイリッヒホンファルケンハインの指揮下で戦った。対戦中、ゲオルクは一等及び二等鉄十字章を受賞し、さらに1917年12月14日には大佐に昇進した。ゲオルクは1919 19年に軍を退役すると、 オーストリアのインスブルックで神学を学び始めた。ゲオルクは1921年にカトリック教会の聖職者となり、その後すぐにインスブルック大学のカトリック神学部で教会法の博士号を取得している。彼はローマで神学の研究を続け、1925年にはポンティフィックル・イクリー・ジーアスティコル・アカデミーを卒業した。1926年、 教皇ピュース11世はゲオルクに司教区外行為聖職者の地位とモンシニオールの称号を授けた。1930年代にはゲオルクはサンピエトロ大聖堂の司教座聖堂参事会員を務めていた。1941年教皇ピュース12世はゲオルクに対しモンシニオールの最高位の一つであるプロタナテリアップストリックの地位を授けた。ローマに身を置く一方でゲオルクは バイエルン王家の親族たちとの関わりを保ち続けた。1939年には政治的に危険な立場にあったいとこのループレヒト元王大使がローマに亡命してきている。また、ゲオルクは1938年に両シチリア王フランチェスコ2世とその王妃で同族出身のマリー・イン・バイエルンの遺骸をテーゲルン税修道院からローマのサントスピリト教会に移している。 ゲオルクは1943年にローマのビラさんフランチェスコで亡くなったウィキメディアコモンズにはゲオルク・フォンバイエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。